新中ことと町と比嘉とベルちゃんです。よろしくお願いします。ということで長野に行きますよよっていうことでね、まあ旅行に行くというわけではなくてですね、長野に、まあ、妹夫婦が、まあ、住んでるんですけど、そこにねちょっと新しく猫が、迎えられておりましてですね、ちょっとその子にね、まあ、会いに行こうかなということで、ちょっと向こうの、休みとかもね相まって、まあ今日行くことになりましてですね、いやー車で行きます。いやーこっから長野はね大体3時間ぐらいかかるんですけど、久々にそんな長距離ね車で移動するんでドキドキですね。はい、果たして運転できるのでしょうか。多分昔スキーしに行った時ぐらいだから、マジで小学校中学校以来ぐらいかもしれない。なんでねちょっと楽しみですけれども、行っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで現在車に乗っております。イエイ、ビビビビ。今何県なんだろう。埼玉県のどこだ今、高坂サービスエリアあたり。まあ今埼玉はね今走ってると思うんですけど、もうすぐ長野かな。であのねめちゃめちゃ渋滞しててさ、3時間で着くところがこのペースだとね4時間のんびりと走っております。ただ僕ね、一つね、すごい残念なことがあって、俺今禁酒中なんですよね、企画で。遠出するのに酒が飲めねえっていう、まあ車で行ってるっていうのもあるんだけど、今考えても辛い。もう辛い。どこ行くとかはね、全然決めてなくて、とりあえず、その妹の家に行って、あとホテル、なんか良さげっていうか面白そうなホテル、撮って、明日どうしよっかなーって感じ。でも、なんか、長野って、アートの街らしいですよね。実は。調べたところによると、美術館と博物館の、合わせた数が日本で一番多いらしい。日本全体の美術館とか博物館の割合の 10% を占めてるらしいんだよ。すごくない？か、動物園行くかみたいな感じかな。はい、上里サービスエリアっていうところにね、来たんですよ。ここ、知ってる？みんな。スタバがあったもんで、スタバ行こうかな思ったんですけど、めちゃめちゃ混んでた。まあ、みんな考えること一緒だよな。自販機でさ、コーヒー買うんだったらさ、スタバ行くわって、そりゃそうだよね。ということで、めちゃめちゃ並んでたんで、普通に。ペットボトルのコーヒー。よし、じゃあ長野まで行こう。あと1時間半、あとね100キロ切ってるぐらいなんで、まあ行けるんじゃないかなと。行きますか。わ、なんか急になんか山、なんか急になんかすげえ向こう側に山が出てきた。やべえ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 、えぐいえぐい、目の前えぐいんだけど、すげえ、すげえ、すごかった、マジで。びっくりしちゃった、今。トンネル抜けたら急に、山出てきて、クソ焦ったわ。これは癒されるわ。さあさあさあ、ということで、ちょっと妹宅の家に行く前に、ちょっとホテルにチェックインしに行こうかなということで、はい。でも言ってた通り、やっぱね、美術館のあれが多いわ。ここにもなんかある。コモロ高原ミュージアム。わ。すげえ道なんだが。てかさ、道が全部すごいんだわ。景色がやばい。観光地って感じ。あのさ、標高が多分高いんだよ、ここ。もう、なんか耳がね、詰まるもん。高低差で。すげえ。うわー。着いたー。すげえ人いね。すげえ、ちょ待って、えぐいって、えぐえぐ、めっちゃいい景色。ということで僕の宿に着きました。めっちゃいいところにあるやん。アートビレッジ明神館さん、今日はここに泊まろうかなと思っております。
なんか長野っぽいよね、やっぱ美術館な一番多いっていうだけあって、アートビレッジってね書いてあったから、もうここしかねえと思って宿取りました。じゃあチェックインしてきます。ちょっとめっちゃいいじゃん。なにここ、はめっちゃいいホテルやん。フェルメルとかある、エゴーヤンとかあるじゃない。ちょっとてかさ、俺以外に泊まってる形跡がないんだけど俺以外に宿泊客いんのか、これ果たしてどんな部屋なのか。失礼します。終わってるマジで。ちょっと、ちょっと待って、やばいって、わしてやばいって、マジ。あ、トイレめっちゃ新しい、風呂はついてないんだ。風呂はだって温泉あるもんな。いや、ちょっと待ってうわ終わった、やばくない、こう取ったか、わやば。ここ一泊1万円しないっす。ちなみに8000円だったっけな、やばくない、これ8000円だよ。みんな長野来た方がいいよ、そんなに暑くねえわ。標高ここね 600m ぐらいらしいんですけど、じゃあ妹の家向かいますやばすぎ。明治亭、うわお、すげえな、なんか思った以上にソースかかっとる、つけとん、うん、やば、あっかい、うん、うまっ、これ小盛りなん、これ小盛り、ソース、うまっ、ソース、あら、ただいま、ルドさん、もう俺どっか行っちゃうよ。ルドさん今からご飯もらえるって、よかったね。えい、えい、いやーしよ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 し、ご飯って、おー、わーお、動物専用の部屋、小動物ルーム、ヘビーも触れるよ、ヘビーね、おわー、キャワワ、うん、確かに俺の財布とほぼ同じ俺の財布とほぼ同じ感触、目が白くなっとると脱皮前、脱皮前ない、今色もだいぶ黒い、黒い、あ、もっと明るい、何くんだっけ、モアちゃん、モアちゃん、これあのお酒のボウモアから、あ、全員ウイスキーから取っとる、っとる、あーいいね、かわいい、うわあ、デグー、あ、喧嘩してる、おお、おお、すごい、猫より賢い余裕で、確実に猫より賢いな。こっちは、これもロゼやけども、これも年で、これはロングヘアハムスター、あ、ゴールデン、長いもんな、久々にハムスター持った、これもう2歳3ヶ月ぐらい、めちゃめちゃ長生き、まだまだ元気、ね、ゴールデンもそうやったけど人噛まんもんな、うんうん、でけえハムスターは、ジャンガリアンとかめっちゃ噛むけど、うん、あ、すごい、うちで飼ったらもう次の日にいなくなってそうそう、ここは猫禁止の部屋やつだ猫禁止、はい、ということで、長野初日終了しました、お疲れ様です、乾杯、牛乳、うますぎ。ということでね、今日は普通に家出てサービスエリアに一回寄ってコーヒー買って、で長野の自然を見ながら癒されて、で妹の家に行き、でご飯を食べて、ここに来たっていうだけで、もう全然何も観光も何にもしてないんですけど、すごい満足感がありますね。やっぱね、自然は癒されるね。
すごい。で、マジでやばかった。雨予報だったんだけど、夜ここ着いたら星がもうめっちゃ綺麗で、ちょっと撮ったんで見てください。これです。えぐくない？もう温泉も貸し切り、びっくり。俺以外泊まってないんじゃないかって思うぐらい人いない。人誰も泊まってない、ここ。こんないい宿なのに。で、明日は午前中に山に登ろうと思います。で、牧場があるらしいんですよ。めちゃめちゃ広大な、とんでもない広さの牧場があるらしくて、そこに寄って、まあ家帰ろうかなっていうことで、まあもう夕方か夜にはもう家に着く感じでね、あんま長いせずに帰ろうかなと。じゃあまた明日お会いしましょう。さよなら。暗い顔。皆さんおはようございます。朝風呂最高でした。露天風呂がね良すぎた。だってさ、お風呂入るとね、この景色やばい、すごいよ、丸見え。男湯マジでね丸見えだった。でも人もいないからまあいっかっていう感じだったけど、はい。ということで今日は早速なんですが山に向かいたいと思います。もう人のいないところで静かに過ごすを今日はテーマに、やっていこうかなということで、のどかな自然を全身に浴びたいなと思いますね。見てこれ、終わり、何この青空。じゃあ行ってきます。さあということでやってまいりました。山奥やばい、マジ景色が。四方も山に囲まれております。絶景。あ、美しが原高原へようこそということで、ただいまからですね、私はですね標高2000メートルまで行きます。やばい、初めてなんかもしれん。子供の頃とか来たことあるんかもしれんけど、道やばいです。久々やな、こんな山道ということで、じゃあちょっと 2000m 上まで登りたいと思います。レッツゴー。さあやってまいったんですけど、やばい、マジでやばい。着きました。いやちょっと撮るわ。じゃあちょっと標高 2000m からの景色見たいと思います。レッツラゴー。だからもう全部真っ白だもんねこれ。雲が近すぎるんだよマジで。じゃあ行ってきます。やばい、もう雲がえぐい。雲めっちゃ近くない？動画でもわかるよねこれ。やっぱねすごいなって思ったのは寒い。めっちゃ寒い。途中までめっちゃ景色良かったんだけど急に雲の中入っちゃった。すげえ。でもこれはこれでいいね。はい、ということでだいぶね雲がねもうこっちに迫ってきてて何も見えなくなりました。ということでちょっとご飯食べます。お腹すいたマジで。もうすぐそこまで雲が迫ってきてるから、そのうち多分ここ全部霧に包まれる。うん、本当にもうすぐそこだもんね。もうすぐ来るわ。よろしくお願いします。長野っぽいもん食いていいな。そば食いたいな、そば。じゃあ行ってきます。はい、ということで山のですね景色がね一応見える場所まで移動したんですけど、全部ね雲が今こっちに向かってきてる状況なので何にも見えません今。真っ白。これからこっち側にね、上側に美術館があって、彫刻の美術館みたいな感じで、そこに今からね行こうかなと思います。でちょっとねご飯を買ってきたんですよ。じゃん、鹿肉おやき。はい、鹿肉ジビエおやきと、あとはここら辺の豚を使ったなんか塩豚まんみたいな感じのやつが売ってたので、これとあとはここら辺のコーヒー買ったのでちょっとね食べようかなと思います。そばとかねお土産も充実してたんで、ちょっと帰ってね2人にも食べさせてあげたいなと思いますね。じゃあちょっと鹿肉のおやきいただきます。よし、うん、うまっ。うん、やっぱ牛と豚の間って感じやな。うめー。断面申し訳ないですか。こんな感じで野沢菜と味噌と鹿肉が入ってるね。美味しいです、非常に。はい、2つ目、肉まんいただきます。うーん、うめ。久々に食べたな肉まん。じゃあこれ食べたらね美術館の方に行って、で天気が良くなればね景色とか撮って、でその後に牧場の方に移動したいと思います。ということで一旦バイバイ。美しが原高原美術館にやってきました。主にね彫刻が
飾られているそうで、ちょっと散策していきたいと思います。だいたい30分ぐらいらしい。はい、ということで美しヶ原、の道の駅プラス、美術館の方にね行ってまいりました。めちゃめちゃ良かった、景色最高。ということで今からね牧場に行って、帰ろうかなと思います。で今から通る、道ヴィーナスラインっていうところなんですけど、結構有名なところで、もうバイク乗りの人がねめちゃめちゃいっぱいいるらしいので、まあ、そこら辺の風景もちょっと楽しみながら、ちょっと牧場の方にね向かっていきたいなと思います。よし、じゃあ行ってきます。さあヴィーナスラインというところ来ましたよめっちゃ曇ってる曇ってるっていうか雲がかかりまくってるけど、うわーわーわー、いやいやいや、うわーめっちゃ綺麗なんだけど、見えるみんなこれ、わー伝わるかな、伝わってほしい、綺麗すぎるだろマジで、どこも絶景やん、伝わるかな、ほんとめちゃめちゃ綺麗なんだけど、見渡す限り絶景。ということでまた山道行ってきます。レッツゴー。来た長門牧場、来たー。あ、乗馬もできるんだワンチャン乗るか。わあ、バブ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 しちゃった。すごい綺麗。よし、着いたー。早速牧場巡るぞー。最高です。えぐいっす、ここ。マジ Windows の。トップページだって、デスクトップやって、これさっきのさ美しヶ原よりも天気が晴れててめっちゃ見晴らしがいい。ちょっとお馬さんとこ行ってこようかな。え馬いるんですけど、すぐそこに柵なしで。こんにちは。誰もいないや、お客さん。行けそうなら乗馬してこようかなと思います。行けるかな、聞いてみます、話。こんにちは。借り物のプロテクターとヘルメット、馬乗ってきます。かわいい、今日乗る子たちだこんにちは、よろしくお願いしますわね。ついてるよ。普段乗ってるサラブレッドとは全然違う、モンゴルの馬らしい。めちゃめちゃ丈夫らしいね。あ、なんか久々に馬触ったわ。ちっちゃいね。やっぱ普段乗ってるサラブレッドってでけんだな。よし、じゃあ乗ってきます。頑張れー。すごいいるんだ。全然食べない。コナン君、コナンちゃんですか。コナン男ある。あ、これコナン君。うん、しっこして。あ、なるほど。え、これビデオになってんの？あ、そう、大丈夫です、ビデオで。あ、そうなの。はい、ビデオでございます。ありがとうございました。コナン君、ありがとうね。